また社長さんから呼び出しか。プロデューサーさんを探さなきゃ。プロデューサーさん、いつも忙しそうだけど、やることがひっきりなしにあるのはみんなの人気が上がってきてるからだよね。今日はどんなお話なんだろう。シアターのみんなが喜ぶいいニュースだといいな。あ、いました、プロデューサーさん。はい、社長さんがプロデューサーさんにお話ししたいことがあるそうなんです。はい、プロデューサーさん、頑張ってくださいね。お疲れ様です、プロデューサーさん。日々のお仕事ぶり、美咲ちゃんから聞いてますよ。前回のユニットは絶好調、劇場公演は日を追うごとに盛り上がってきているとか。さすがですね。さすがの察しの良さだね。それでこそ我がナムコプロのプロデューサーだよ。さて、君が予想している通り、今回また新たなアイドルユニットを結成したいと考えているのだよ。うん、メンバーは百瀬リオくん、島原エレナくん、篠宮カレンくん、四条高根くん、半田ロコくん、この5人からなる個性的でアクロバティックなユニットの名はアライブだ。個性と個性がぶつかった先にどこにたどり着くのか、それを見てみたいって意味が込められてるそうです。個性も実力も兼ね備えたメンバーだからね。これは前代未聞のユニットになるはずだよ、君。それならもう決まっている。リーダーはズバリ篠宮カレン君だ。確かに最初からうまくいくかはわからないが、カレン君ならきっと乗り越えてくれるだろう。彼女には仲間がいる。そして何よりプロデューサーの君がいる。みんなのフォロー期待しているよ。素晴らしい返事だ。今回も期待しているよ。プロデューサーさんならきっと大丈夫。私も陰ながら応援していますね。なんのこれしき。はい、ふんとい、いった。どんどん行くよ。
切れて危ないでしょ。そうよ、ストレッチは日々の積み重ねが大事なの。だからエレナちゃんと一緒にね、エレナちゃん。うん、体を動かすのは楽しいね。でもヨガは動きがゆったりしてて眠くなっちゃうよ。何言ってるの。だからこそ体の内部と向き合えるのよ。インナーマッスルよ、インナーマッスル。マッスル、なんだか強そうだね。よし、もっと難しいポーズにも挑戦しちゃうよ。やるわね、エレナちゃん。これが10代のポテンシャルだというの。私もこれは面用な。二人とも、もしや妖術師に操られているのですか。マーベラスです。インスピレーションが湧いてきました。そのポーズスケッチしてもいいですか。マーベラ、インスピ。おはようございます、プロデューサーさん。もしかしてお待たせしてしまいましたか。アライブ、意味は分かりかねますが、どことなく力強い言霊を感じます。うん、楽しいことが待ってる予感がするね。ワクワクするよ。これは私たちの本気の見せどころね。任せて、プロデューサー君。しか見えなかったわ。私も。彼、器用だね。というか、私がリーダーだなんて。大丈夫なんでしょうか。大丈夫、私たちがついてるよ。何かあったらノリと勢いでズバッと解決するからね。そうです、カレンがリーダーなんてセンセーショナルでワンダフルです。ええ、お姉さんたちがついてるんだから大船に乗ったつもりでドーンとやっちゃいなさいね。ちょっと、プロデューサー君、私たちが暴走する前提なの？プロデューサーさん、リオさん。わかりました。不安もありますけど、私なりに精一杯頑張ります。当然よ。よーし、私も頑張ろうっと。
まずは目の前の仕事を片付けなくっちゃ。リオは今日は私と営業のお仕事だよ。ほらほら早く行こう。あ、待ってよエレナちゃん負けないんだから。私たちはレッスンですよね。ボーカルもっと上手にならないと。はい、ロコもやる気ですよ。アライブのライブでイノベーションを起こしましょう。あのプロデューサー、少々よろしいでしょうか。実は新ユニットのことで折り入って相談があるのです。はい、アライブのあり方について私の意見を申し上げてもよろしいでしょうか。では遠慮なく。実は私、篠宮カレンを心配しております。カレンは実力こそありますが繊細です。リーダーとしての辛労がかかりすぎないよう、私なりに皆を支えていけたらと。いえ、このくらいは当然のことです。私たちは皆ナムコプロの仲間なのですから。そこで考えてみたのですが、やはりユニットの成功には皆の結束を固めることが大事かと。己を知り、仲間を知り、互いに助け高め合う和の心こそが重要ではないかと思うのです。ただそのように心がける上で、少々困ったことがありまして。はい、実は私、ハンダロコが口にする言葉が理解できないのです。あのように異国の言葉を散りばめられてはちんぷんかんぷんで、私には彼女の心が見えないのです。プロデューサー、私はどうすればよろしいのでしょうか。インスピレーションというと、なるほど、やはり何事も経験なのですね。では参りましょう。あれ、プロデューサーさんに高根さんも、どうかしたんですか。ミーティングですか。ロコはいつでもプリパレーションできてますよ。プリパレ、いえ、今は置いておきましょう。私はハンダロコのことをよく知りたいのです。
ロコのことですか？はい、しかしなかなか難しく、可能な範囲で構いません。教えていただけますか？なるほど。ロコアートがタカネのハートをキャッチしてしまったんですね。わかります。じゃあまずはこのスケッチブックにアテンションしてください。ロコアートのエッセンスが。ロコアートではなく、私はハンダロコ自身のことが知りたいのですが。え、タカネ、ロコアートのイノベーティブにシンパシーを感じたんじゃ？そうですね、私はロコアートのイノベシブとやらを心配したわけではなく。プロデューサー、タカネの言ってることがロコにはちっともわかりません。あのロコちゃん、タカネさんはロコちゃんの友達になりたいって言ってるんだと思います。これから一緒に頑張る仲間ですから、きっと仲良くしたいんじゃないかな。そうだったんですか。そうならそうと言ってください。タカネ、なんと通訳をもこなすとはありがたいことです。そんな大したことでは。でも合ってたみたいでよかった。でもタカネ、それならますますロコアートについて知ってほしいです。ロコイコールロコアートですから。これをオブザーブしてください。オブサール、この面用な曲線と色使い、まこと趣深い芸術作品です。これがロコアート。そうなんです。我ながらこれはマーベラスな出来だと思います。確かにハンダロコを理解する上でこの絵画を拝見するのは効果的でした。ロコアートの魅力をシェアできて嬉しいです。タカネはまさにベストフレンドです。タカネさん、ロコちゃん、仲良くなれそうですね。よかった。そんな、私はタカネさんの気持ちが伝わればいいなって、ただそれだけで。プロデューサーさん、ありがとうございます。ハンダロコ、いえ、今こそ親愛の気持ちを込めてこう呼ばせてください。ミチコ。ミチコじゃないです。ロコのファーストネームはロコなんですってば。もちろん、お肌のコンディションもバッチリ整えてきたし、レッスンの成果見せるわよ。いっぱいのお客さんに囲まれてレッツダンシング。想像するだけでワクワクするね。
プロデューサーは心配しすぎだよ。ダンスだったら何時間でも続けられるよね、リオン。ええ、楽勝よ。私たちの晴れ舞台しっかり見ててちょうだい。それじゃあ行ってくるね。私のこともっと褒めてもいいんだよ。食べる。張り切ったらお腹空いちゃった。お弁当もらってくるね。だけじゃないの。最前列にね、若い男の子のお客さんがいたのよ。中学生か高校生くらいかしら。うん、もちろんそれ自体はいいのよ。ただね、その男の子、私が笑顔で手を振ったらパッと顔を背けて一目散に逃げ出しちゃったの。でもエレナちゃんには手を振り返してたのよ。なんで私だけ。ショックだわ。私もしかして年なのかしら。ファンには逃げられるし体力も足りないし。エレナちゃんみたいにフレッシュな子と組むなら若くて元気はつらつな子の方が良かったのかも。そうそうよね。ごめんね、変なこと言っちゃったわ。私もお昼ご飯食べてこなくちゃ。じゃあ後でね、プロデューサーくん。みんな、いい感じに盛り上がってるわね。次の曲はお姉さんがもっとサービスしてあげる。それじゃあ次は、あら、おかしいわね。
リオ。プロデューサー行っちゃったね。大丈夫よエレナちゃん、プロデューサーくんならすぐ戻ってくるわ。でもお客さん帰っちゃわないかな。せっかく楽しいライブだったのに。うん、でもきっと待っててくれるわ。私たちはみんなを信じて待ちましょうね。うん、そうだね、わかった、信じて待つことにするよ。モモセリオか。なるほど、なかなか悪くないではないか。リオ、音全然戻らないね。どうしちゃったんだろう。ほんと確かに遅いわね。でも大丈夫よエレナちゃん、プロデューサーくんがいるんだもの、きっとなんとかしてくれるわ。いやはや、会場の音響設備もまともに管理できないとは呆れたものだ。え？さすがは底辺ナムコプロ、所属するプロデューサーもなかなかの無能っぷりじゃないか。ヒャン、この真っ黒なおじさん誰？下がってエレナちゃん、あなたは？おや、有名貴公子である私を知らないのかね。いや、あのプロダクション所属では無理もないか。では特別に名乗ってやるとしよう。私こそがスーパーセレブにして業界のプリンス、クロイプロダクション社長、クロイ高尾だ。え？クロイプロってあの大手芸能プロダクションの？でもその社長さんが私たちに何の用かしら。まあそうとんがらないでくれたまえ。どうしても君たちと直接話したくてね。モモセリオ君、それに島原エレナ君、君たち二人とも黒いプロに移籍する気はないかね。え？移籍？それどういうこと？さっきのステージを見ていたが、やはり弱小三流プロ、君たちの真の魅力を引き出せていない。うちの事務所に来てくれれば今の2倍、いや3倍の報酬と最高のプロデュースを約束しよう。何を適当なことを。ノーン、すでにビジョンはある。そうだな、君たちを至高のセクシーダンスユニットとしてすぐにでもデビューさせよう。セクシー？つまりもしかして私にその路線の才能があるって言いたいの？ウィ、私の見る目はどんな一流スカウトよりも正確かつエレガントだ。さあどうだね。どうもしないよ。私たちはナムコプロのみんなで一番を目指すんだから。そうだよねリオ、ナムコプロでだってトップアイドルになれるよね。ええ、もちろんそうよ。私たちはナムコプロでセクシーダンスユニットを目指すの。もうリオ、セクシーダンスユニット
ットじゃないよ。私たちのユニットはアライブだってば。あ、そうだったわ。つい。あ、スタッフさん、ここに知らない人がいるよ。スタッフさん。どうやら百瀬莉央の方は脈割りのようだな。さて、これからが楽しみだ。プロデューサー君、よしよし、大丈夫よ、エレナちゃん。もちろんトラブルのこともあるけど、実はね、百瀬莉央もさぞや心乱されたことでしょう。え？ああ、うん、そうなんだけど。あ、莉央さん？それよりプロデューサーはどこに行ったんです？このエマージェンシーなシチュエーションに。私と莉央を劇場に送った後、すぐに出かけちゃったよ。急ぎで社長さんとお話があるって。今日のことかもしれません。おお、君、待っていたよ。話は音無君から聞いたんだが、大変だったようだね。黒糸は古い付き合いなのだが、少々いろいろあってね。奴からすれば、私のアイドルプロデュース方針は甘いということらしい。だが、私もまたトップになるためなら手段を選ばない、そんな奴のやり方を認めるわけにはいかないのだよ。そう、たとえ手段を選ばない理由が何かあったとしてもね。いずれにせよ、
君たちにはそもそも関係のない話だ。なのにこんな迷惑をかけてしまって本当に申し訳ないと思っている。なんとかできればいいんだが。うん、それも聞いた。彼女たちをスカウトしてアイドル事業により力を入れるつもりなんだろう。少なくとも引き抜きをためらう男ではないことは確かだがね。それと一つ気になる話がある。今日のイベントでの機材トラブル、俺に黒井が関係しているかもしれないようだ。どんな理由であれアイドルたちの活動を妨害するなど間違っている。黒井の圧力に屈する気はない。君には苦労をかけるが、公演を成功に導くためにも今後は黒井の動向にも気をつけてくれたまえ。おお、さすがは君だ。アイドルたちのことを頼んだよ。レッスンの時間までだいぶあるわね。ちょっと早く来すぎちゃったかしら。せっかくだし寄り道しちゃおうかな。新しいスカートが欲しかったのよね。集合時間前に来るとはなかなか勤勉のようだね、百瀬里央くん。黒井社長、わざわざ待ち伏せまでして何の用？すでに伝えている通りだよ。君をうちの事務所に迎えたいのだ。島原エレナ君には断られてしまったが、それは彼女が冷静な判断を下せぬお子様というだけのこと。ちょっと、エレナちゃんに振られたからってそんな言い方はないんじゃない？別に彼女に固執しているわけではない。なぜなら私が本当にスカウトしたいのは君なのだから。え？エレナ君はたまたま君とコンビを組んでいたから一緒に声をかけたまで、おまけに過ぎんのだよ。黒いプロには君こそが必要なのだ。君がその目を覚まし、うちに移籍した暁には、そうだな、デビューと同時に書店に並ぶ全ての週刊誌のグラビアを君で埋め尽くすと約束しよう。全てのグラビアを？嘘よ、そんなことできるわけないでしょ。ナムコプロのようなアリンコプロでは無理だろうな。だが我が黒いプロにとっては造作もないのだよ。さあどうかね、全国の男子高校生たちの憧れのお姉さんになってみる気はないかね。全国の男子高校生たち、私が憧れのお姉さん。申し訳ありません。
島原エレナ、今日はここまでにさせてください。早すぎるよ。もっと元気に行こう。イノコもにギブアップです。さすがエレナさん、息一つ乱れてなくてすごいです。あ、リオは？リオならいけるよね。ああ、私もちょっと疲れちゃったかも。今日はここまでにしましょう。あれ？リオも疲れちゃったの？そっか。何？プロデューサー君。ちょっと用事があるの。ごめんね。それじゃあみんな、また明日。お疲れ様。あのプロデューサーさん、ちょっといいでしょうか。その、リオさんについてです。今日のリオさんはいつもとちょっと違いました。いえ、それもそうなんですけど、違うというのはそういうことではなく、あの、匂いがいつものリオさんの香りじゃない気がして、この前のイベントから帰ってきた時と同じような匂いが。その人のことはよく知らないですけど、なんだかとっても嫌な感じのする匂いです。プロデューサーさん、私リオさんのことわかる気がします。はい、自信がなくて不安で逃げ出したくなる気持ち、私にもたくさんあるから、不安な気持ちにつけ込まれたら迷ってしまうこともあると思うんです。だから、もしもリオさんが本当に遺跡を迷っていたんだとしても、責めないであげてほしくて。生意気なことを言ってごめんなさい。
それにリオさんのこと信じてないわけじゃないんです。ただプロデューサーさん、わかりました。リオさんのことお願いします。私もちょうどプロデューサー君と話がしたかったの。ええ。私のためね、そうやって心配してくれるのもすごく嬉しいんだけど、ねえプロデューサー君、君の意見を聞かせて。私に言ってほしくない？でもそれは私がアライブのメンバーで今から売り出す予定のユニットの一員だからでしょ。ちょっとプロデューサー君、熱烈なラブコールで引き止めてくれなくても私移籍したりしないわよ。もう違うわよ。まあ全ての週刊誌のグラビアにはグッときちゃったけど、私は黒井社長の言ってたセクシーユニットをナムコプロでできないかしらって考えてたのよ。エレナちゃんのポテンシャルならいけると思うの。でも未成年だしそういうのは良くないかなって。なんとかして実現できないか昨夜もいろいろ考えてみたんだけど、難しいのねプロデュースって。もう私のこと信用してなかったの？ひどいわプロデューサー君。でも半分正解よ。私のことよく見てるのね。ちょっとだけ不安を感じてたのは本当。私シアターメンバーの中では年上の方でしょ。自分に自信がなかったわけじゃないんだけど、みんなを見てたら思っちゃったの。アイドルとしてデビューするのちょっと遅かったのかしらって。だ
て。だってみんなお肌ピカピカなんだもん。スベスベのツヤツヤなのよ。どんなに気を使ったところで10歳には勝てない。あれに勝てるのは赤ちゃんくらいよ。私もプロデューサー君と二人1対1の時は気にならなかったのよね。ただユニットを組んでみんなと一緒になって初めて気づいちゃったの。プロデューサー君は私だけじゃなくてみんなのプロデューサー君なんだって。そしたらね、エレナちゃんや他の子たちと比べたらってなんだかどんどん不安になってきちゃって。ごめんね、めんどくさいこと言っちゃって。勝手に落ち込んで寂しがってバカみたいよね。プロデューサー君、ありがとう。うん、いろいろ吐き出したらすっきりした。そろそろ行きましょう、私たちの劇場にね。おやおや、まさかこんな場所で会うとは。ナムコプロのミジンコプロデューサーだだかな。もちろんだとも。彼女の才能は黒いで開花するのだ。さあ、百瀬リオ君、行こうじゃないか。行かないわ。何？いや、よく聞こえなかったんだが。あんたの事務所になんか絶対行かないって言ったのよ。私はプロデューサー君のアイドルだもの。なんだと？この私の誘いを断ってこの業界で生きていけるとでも思っているのかね。何が守ってみせるだ。ミジンコレベルの分際で大口を叩きおっていいだろう。ならばお前たちはこの私が全力で潰してやる。覚えておけ。言っちゃったわね。大丈夫よ、アライブをどんな妨害にも負けない強いユニットに育てましょう。私たちみんなでね。あら、何よ、みんな総出でお出迎え。百瀬リオ、よからぬ噂を耳にしたものですから心配しておりました。して私を信用してよね。嫌がらせするようなひどい事務所行くわけないでしょ。でもリオからダウナーな空気を感じました。何かセンシティブな悩みがあったんじゃ。なあ、一緒、大人のお姉さんにはいろいろあるのよ。リオのバカ、バカ、バカ、バカ。え、え、
社？黒井社長のところに行っちゃうのかと思って心配したよ。私のこと嫌いになって、それで黒いプロに行っちゃうのかなって不安だったよ。エレナちゃん、そんなに不安にさせちゃったのね。ごめんなさい、私ったら自分のことばっかり。私エレナちゃんに勝てるところがなくて力不足なのかなって落ち込んでたのに。力不足？なんで？全然そんなことないよ。この前のイベントで音が消えちゃったとき、私どうすればいいか全然わからなかった。リオがいなかったらきっと失敗してた。私リオにいっぱい助けられてるんだよ。エレナちゃん、そっか、私ちゃんと役に立ててたんだ。私リオと競争するの好きだよ。だからリオと一緒にいたいの。一番近くにいるライバルになりたいの。ライバルだけど仲間で友達なの。そうでしょ？そうね、そうよね。私たちは仲間でライバル、そういう関係よね。なんだかすっきりしちゃったわ。これからもよろしくね、エレナちゃん。うん。私とミチコも分かり合えたのです。きっと二人も理解を深めることができましょう。イグザクトリーです。ノコはミチコじゃないですけど。みんな、よかった。本当にこれで安心ですね。カレンちゃんにはすごく心配かけちゃったわね。でも私たちを支えてくれてありがとう、リーダー。はい。では心配事がなくなったところで、ライブの本番、みんなで最高の舞台にしましょう。あのお祝いに何かないかと思って探してみたんです。そしたらサンバカーニバルを見つけたってわけね。特にエレナちゃんにはうってつけだわ。ブラジルの伝統芸能、情熱的で胸躍る光景です。それにあの衣装、芸術的な趣がありませんか、ミチコ。はい、インスピレーションが刺激されます。あと、ミチコじゃなくてロコです。プロデューサー、ありがとね。ねえねえ、リオン、一緒に回ろう。こらこら、走らなくても屋台は逃げないわよ。エレナちゃんったらほんと元気なんだから。
なんと焼きラーメンなる看板が見えます。これはとても心惹かれますね。あれはシューティングの屋台、ロコのアーティスティックなテクニックで景品をゲットしてきます。はい、行きますけど、その前に、プロデューサーさんに、その、お礼が言いたくて。私を、アライブに入れてくれて、リーダーを任せてくれてありがとうございました。いろんなことがあって大変でしたけど、でもそれ以上に楽しかったんです。こんな私でもみんなの役に立ててるって実感するとちょっぴり自信にもなって、ほんの少し成長できたかもって、プロデューサーさんのおかげだから、これからも私のプロデュース、よろしくお願いします。なんか今カレンちゃんが走っていったけど、まさか変なことしたんじゃないでしょうね。ああ、お礼を言うのが照れくさかったわけね。その気持ちちょっとわかるかも。ねえプロデューサーくん、そこに座って一杯やらない？少しくらいなら大丈夫よ。はい、大人の麦茶、乾杯。今回は本当、いろいろ心配かけちゃってごめんね。あんな姿見せて、情けないやら恥ずかしいやら。プロデューサーくんったら、ほんと優しいんだから。あ、そうそう、そういえば聞いてよ、あの子がね、今回のライブを見に来てくれてたの。前にイベントで私が手を振ったら逃げちゃった子、最前列で私の色のライトを振ってくれてたのよ。ライブの後に手紙までもらっちゃってね。ねえねえ、なんて書いてあったと思う？逃げちゃってごめんなさい、綺麗すぎて顔が見られなかったんです。って綺麗すぎてよ、プロデューサーくんどうする？私ってばもしかしてモテ期？お姉さんを勘違いさせるなんて罪な坊やなんだから。ねえ
プロデューサーくん、私もっと頑張るわ。プロデューサーくんにも、私の大事なファンの子たちにも胸を張れるように。ありがとう。エレナさん、私まだ心の準備が。サンバの行列は目の前だよ。ほらほら、ダンサーさんたちが手招きしてる。食後の運動にちょうど良いかもしれません。島原エレナ、サンバの手ほどきお願いいたします。ロコもサンバのリズムをラーニングしたいです。新しいアートの予感です。もちろんだよ。サンバは振りとか気にしなくていいの。みんなで楽しもうね。あ、リオ、プロデューサー、二人もこっちにおいでよ。一緒に踊ろう。エレナちゃんってば本当に元気なんだから。オッケー、すぐに行くわ。サンバでも負けないんだから覚悟しなさい。やる気満々だね。私も負けないよ。ほらほら、プロデューサーくんも行くわよ。